インスブルックのウエストフレッドハフにあるリッティンガーの墓、パウル・フォン・リッティンガーは、オーストリアの画家、著作家。1879年に、リッティンガーは、ミーダー・エスター・ライヒ州ホラブルンにて、当時のホラブルン地区区長であったマックス・リッティンガーを、父に、ハイドラー・フォン・エーゲデックを母として生まれ、早く、母を亡くしてからは祖母に育てられる。1903年に、ウィーン大学にて、 美術史博士号を取得し、スウェーデンのレックスラント芸術家コロニーに滞在する。1906年に、画家、ヨーゼフ・フォン・フューリッヒの孫娘である、アニー・フォン・フューリッヒと結婚し、3人の子供を設ける。1906年から8年にかけて、イギリスで研鑽を積み、1910年から11年にかけて、最初期の画業を行い、1915年から18年まで、 トレントで軍務に就くが、その後ロシアで捕虜となる。1917年以来、国の内外で多くの展覧会を開き、1936年には、チロル州インスブルックで美術史について数々の講演を行った。1953年にインスブルックで死去する。去年73歳。リッティンガーは、恵まれた環境で経済的考慮に煩わされることなしに、 創作活動に取り掛かることができたが、父の役人生活から当たう限り距離を取りたいという、思考のせいか機会あるごとに、隣人たちを挑発し驚愕させることを好んだ。流言島に暮らした一時期は髭を伸ばし放題にしたが、家に戻ってからは、顔の半分を覆うだけに縮小したという。インスブルックの自宅で贅沢な仮想大会をたびたび、催し、 E.T.A. ホフマンの物語に出てくる幻想的イメージを実現しようと試みる。自作のシンドバット芝居を家庭で、また友人間でしばしば演じて楽しんだことが伝えられる。オーストリアの画家、作家のパウル・フローラの功績で世に知られるに至ったが、1996年にウィーンのオーストリア応用美術博物館で H、ステーマン主催で開催された展覧会。 バラノスの中のオーストリアに傑作のいくつかが紹介されたことは記憶に新しい。ありがとうございます。